JR 札幌駅では帰省客などが増える年末年始に向けて新型コロナの臨時検査場が開設されています。 JR 札幌駅にある新型コロナの臨時検査場は予約なしで無料で抗原検査を受けることができます。年末年始の帰省シーズンを迎え普段会わない人との接触機会も増えることから道は JR 札幌駅に期間限定で新たに設置したということです。ありがたいですね。こうやってすぐできるんでこれはいいんじゃないですか。みんな旅行者の人も検査できたりするんでそれで確認できるんで。 JR 札幌駅の臨時検査場は来月12日まで設置され午前10時から午後5時まで利用できます。